のパチンコ屋閉店どうだ。まあいっぱいしてるよ平塚は。今日は勝てそうですか。今日はいやまだわかんない、まだわかんないわ。そう、インボイスは登録してます。はい、今日もタフですね。頑張ってありがとう。ボナンザ横浜、はい、高前提の挙動とか分かりました。あ、番長2番長4頑張ろう。はい、どうくんにーさんありがとう。うんこうんすませんきゅー、ありがとうございます。チェリーいいよ。なんか今日冷気冷えんの全然見えてないですか。あ、初回とか体感 50% ありますか。赤赤まとってる間は多分あると思うけど、ちょっとバラバラだな。あるなって思う時は、あ、いった、ヒットある状態。ケツはなー平塚プラザってどこだっけ。あ、マチコ先生いた。いらねえよ今見えた、一瞬マチコ先生いたわ。ありがとう、セブンシーダン、ありがとう、ハンバーガースパー、センキュー、ありがとう、ハンバーガーセブンシーダン、ありがとうね、スパチャ、センキュー。弱体化してるね。弱体化してもベル引けなきゃ意味ねえんだけど、バカじゃねえのだよな。あ、バチェロさてさ、ここじゃねえんだな。あ、昇格した。じゃあね、133ね。で、柔軟歴で133ね。これワンチャン青もあるかもしれない。さあ行きましょう。ないか。東京フレフンドシパーク。バケだった可能性わかんない、バケかどうかわかんないけど可能性はある、バケだった可能性ある。右選んだね。あそこから跳馬あるかもわかんない、どうだろうね。共通ベル、ちょっとわざと遊びます。おい、そうだ。ちょっとプレミア演出見たいからね。プレミア演出見たいからちょっと外しますわ。どこコパンダダブル、よし、右選んでください。来るね、もう一回取らねえかな。 OK OK、 ここで青菜だと何かあるかもしれない。赤がいいな。おお、オールベルだ。これどうなんの、揃わねえんだ。
ありがとう。サクリームさん、黄色スパありがとう。センキュー、ありがとう。やちゃこちゃ、満潮放置したいけど、天気のせいで、変ずつ、痛いで、出かける気が。あ、出ないから、ダラダラしながらやっちゃんライブ見させていただきます。ありがとう。サクリームさん、ありがとう。頑張って、変ずつきついよね。確かに今日はちょっと体調、天気悪いから。安静にしてください。よかったら僕の配信見てね。くださいね。頭痛になったらちょっと休んでください。俺も偏頭痛持ちだから。ありがとう。サクリームさん、キーロスありがとう。安静してね。センキュー。ありがとう。そして村滝さん、ありがとう。スーパーチャットありがとう。ダンベルスパー、センキュー。ありがとう。村滝さん、ありがとうございます。ありがとう。おー、いいね。もう一回あるかもしれない。もう一回揃ってほしいよな。ありがとう。あ、弱いの全部左だとな。あ、だよな。さあね、お大事にね。あ、ダメか。さあ、どんな演出が出るかな。いきます。おお、すごっ。オーシャンドライブあんじゃん。これ何？チャンピオン。俺これ知らねえ。これは、あ、これなんだっけ。で、これはカジキで、あのマグロ伝説。オーシャンドライブ、え、でってなんだっけ、忘れちゃったよ。あ、初見でチャンネル登録しました。ありがとう。センキュー。でってなんだっけ、これなんだっけ、忘れちゃったな。これパイレーツでしょ、これマグロ伝説でしょ。あ、デコトラだ。これなんだっけ。そうだ、デコトラの出た、うん、そう、まあ、こういう風に遊べるのよ。これチャンピオンわかんないな。まあいいや。このカンガルー何、カンガルー。そう、デコトラの週の出は終わったわ。まあ確定です。いきましょう。ほら、またこっからだよ。デコトラは分かった。でカンガルーのやつなんだ、あれ。キャメル、いや、キングキャメルじゃない。キングキャメルはサミーだもん。これ大統領権だもん。そんなわけはないんだよ。いや、キングキャメルはサミーだから。あれかな。いや、分かんねえな。頼むよ。あ、キャメル、キングキャメルではないよね。あ、バカナックルだ、バカナックルだ。そうだ、分かった分かった。バカナックルだ、うん、そう、バカナックルだ。そう、え、キャメルって、キングキャメルってダイトなの。サミーでしょ、あれ。バカナックルだ。そうだ、合ってる。熱いな、これは。これも最初ジャッカスかなと思ったけど。オッケー、超対決、うまい。はい、カッパだろ。で、キャメルってスロットがあったってこと。金キャメはサミーのはずだよ。しかも金キャメにあんなランプないし。知ったか、おつ。そう、あのバカナックルは分かったわ。じゃあ、け、そう、厄介で、あれはサミーです。そう、キャメルはラクダだね。ラクダじゃない、なんか変なやつ。え、じゃあ、おはよう、おはようございます。あ、ごめん。
さあ、あ、こっちか。あ、なるほどね。うわ、熱い。頼む、合聴覚いけ、合聴覚いけ。これベルなら熱いんじゃない。ダメか。ダメやった。いや、ここなんだよな。さあ頼むぞ。じゃあ頑張ってね。ありがとう。まあ心霊はまだわからんからな、みんな。お、下がと喧嘩。あ、下が見てえな。いやー、爆勝ちとして頑張ろう。頑張ろうね。あ、俺は来てる。どうだろう、17、ワンちゃん。他の配信者の方が AT5 の引き戻しモード中に同じ3連続してて構成って言ってましたが、そこの設定差はないですよね。引き戻し特訓にはあると思うよ。だからその引き戻し特訓とこれの仕様分かんないとあれなんだけど、あの理解したらダメなんだけど、引き戻し特訓からの確定特訓じゃないと設定差ないと思うよ。はい、番長の、第1リプ青七リプの出目が好きでした。レクションありがとう。たのきゅうさん、センキューね。懐かしいね。青確定だよね。ありがとう。スーパーチャット、センキュー、ありがとう。ありがとう。来てねえんだよな。はい、終わった。ありがとう。センキュー、たのきゅうさん、ありがとうございます。センキュー。この台って AT 終わるじゃん、いただきライズ入るじゃん。いただきライズ入ったあ、55台な。1回のバトル、1回目のバトルは絶対に勝てばいただきライズ入るんだよ。引き戻すんだよ。そう、さっきのチャンピオンはバガナックルってやつ。そう、うん、それ。え、これなんて呼ぶの。カオル大輔さん、風邪ひいて、まんじゅう打ち切れないで俺の分も出してください。 Thank you。 スーパーチャットありがとうね。キーロスパ感謝です。ありがとうございます。もちろん大輔さん、 Thank you。 出しましょう。大輔さんの分まで俺が出す。 Thank you。 ちょっと待てよ、引けよマジで。ここでありがとう、勝った。センキュー、スーパーチャットありがとう。あ、まゆずみさんね、うまい、ありがとうございます。センキュー。歌わなくてもいけたぜ。うまかった。お、赤7かな。7が2個あった。レクシュー。じゃあちょっとドンパッパやるか。ドンパッパで7それまくろう。ありがとうね、センキュー。スーパーチャットありがとう。多分また名前忘れると思うから。おー、女性や。まあ、ここでベルいっぱい欲しいな。何これ、全然ひねんだけど。なんかライブ配信じゃなくなる、どういうこと。カムイとじゃない、いやカムイよりはおもろいよ。ちゃんと番長してるからこれ。
ちゃんと番長だねこれ。ああダメか。ねベル引けない。大事なところでベル引けねえんだよ。どう。また取れた。2番だった。ライブ配信のボタンを押してもマジで。わかんねえ。なんかね YouTube 今日おかしい。俺もおかしいもんなんか。ベル何分の1なんだろうな。いやこんなリプレイ聞けねえんだけどな。やばいマジで。いや隠してない、うん、あのね番長3より引けない、うん、ベルが。そうあの番長3よりベルが引けないんだよね。マジ終わってるこれ。やっさあこれでバトル行ってくれ。両方おかしい。あとはパグマグさんありがとう。スーパーチャットありがとう。キロサカジャです。ありがとうございます。ありがとう。おありがとうね。パグマさんセキューね。スーパーチャセキューありがとう。だから引けねっつーの。ゲット。うまくね。でも勝てねえんだよチェリーが。なあ、煽ってた。あ、ダメか。さあ、378枚と378枚ない状態で、すぐね、48ゲーム以内かな、特訓スタートからの特訓に入ると、いただき特訓、着戻し特訓っていうことね。それは設定差あると思う。番長3と同じだね。ただそれ以降100ゲームとか150ゲーム80ゲームとかで入って勝ったとしてもこれは引き戻しではない。高設定ではない。じゃあこの台の仕様を分かってないとそこはなんていうの、勘違いしちゃうから気をつけてください、ね。そうこれが出てる間は対決勝てば絶対にいただきライズだから。今日も見に来ました。頑張れやちゃん、ありがとう。頑張ります。 Thank you。 この台は多分流行るんじゃない。班長3ですね。でまあきついかきつくないかって言ったら、まあ、きつい時も多めっていう感じが、まあ、僕の意見かな。ありがとう。おいちゃん店のスーパーチャット黄色さん Thank you。 ありがとうございます。ありがとう。やくちありがとうね。そうだからまあきついっちゃきついけど面白いっちゃ面白い。まあ評価は俺は普通かな、この台に関しては。でもいやイライラやばかったね。今回の番長のベル角はさらにイライラしそう。ああなるほどね、ベル角。まあでもイライラはあるねこの台は。しょうがない。ありがとうございます。センキュースーパーチャットありがとう。ありがとうございます。まあもちろんね、叩きどころはあるんよ。AT 中の、バトル中のベルとかね。で、その、なんでも、AT 中のバトルをいっぱいやりたいから、っていうのわけではないじゃん。あ、どうせ。なんかちょっとね、違うんだよね。違和感があるんだよね。叩きどころはあるんだけど、インパクトに欠けるというか。
だって俺番長3の嫌いなところがあれだもん、対決だもんとかね。でそこを継承しちゃってるから、だから普通、まあでもおもろいんだよ、そこも、そこが好きな人もいるしおもろいんだけど、掃除の特訓、そう、何がやり、この代で何を目指したいかって言われると分かんない、うん、そうそう、何を目指したいかっていうと、ちょっと俺の中では分かんないっていうか、ってところがある。ただバトルが好きな人はいるよ、ベル引きゃ勝てんだべみたいな、ここで引いてやるっていう人もいるから、そう、そこは人による。うん、これは引き戻し、まあここで当たれば引き戻すよライズ。でもそれはそういうあれだから、まあ、中途半端というか、なんかインパクトにかけるなっていうのが正直な意見です。おっと、弱体化してほしいんだけど、まあ、ベルは来るからね。おし、おお、熱い。弱体化したら勝った、熱い。これベルなら勝ち、勝って、おし、勝った、多分勝った。でいただきライズね、これは引き戻しじゃないからね、まあ、引き戻しなんだけど、これは引き戻しなんだけど、引き戻しじゃないから、おし、そう、今のはうまい。だこういう絡みが気持ちいいって人は好き、このだよ。で遠野さん、スーパーチャットありがとうございます、ありがとう、センキュー、やちゃん、おつです。今日は遅れたので少しだけお邪魔するわ、今日も頑張ってな、ありがとう、今日も頑張ります、トロさん、センキューです、スーパーチャットありがとうございます、ありがとう、ありがとう。まあバトル、対決に関しては叩きどころしかないから、この台はこことかね、気合入っちゃうし、シュー対決、よし頼むよ。あー、もうこれやっちゃうとダメなんだよ、キョーベル、キョーベル、キョーベル、おし、固め、さばけい、230でかい、万丈砲の強みは、まあバトルの連続だね、対決の連続、まあそれは強みなんだよ。今日は神奈川でやってます。店舗名はちょっとねお伝えしてないんでごめんね。強霊薬を引くか、確定バトル中に強霊薬を引くか、それに当選するか、だからある意味特化ゾーンが目に見える、ここでこれ引けばみたいなのがあるからね、熱い、そう、だからそういう部分はいいかも、可視化できてるからね。まあいい点はいっぱいある、ホッケー弱体です。よし頼む、あーもうだこれやっちゃダメなんだって、頼むよ、勝てねえんだよ、勝てねえときついんだよ、まあしょうがねえけど、さあこれからそう頑張ります、いってらっしゃい、バンジョーハマってる、ちょっとね今日までバンジョーやる、とりあえず明日からやるから、さあで特に今回はこれチャンスベルがマジで鍵を握るから、これを引けるか引けないかでだいぶ変わる、じゃここが引けない人はイライラする、なんで引けねえんだよってここでみたいな、なるバトル前兆だな、ダンマチ入ってねえだな、そう、よし、集対決、
おっつ、こういうのはマジで気持ちいい。よし、こういうのは気持ちいいね。こういうのが、まあ、気持ちいいね。やったやったぜみたいな。あの巻き物じゃない弁当は強い。まあこれは昔からなのに。出るか。おちゃんめ確定。いいよ確定だ。でこの限界度完全勝利中が熱い。完全勝利中にチャンスベルを2回以上ここは強烈を引けば、ご来光が出てくる可能性大。ここないよ、ここないよ。あおしガクガクしてて、この第一停車俺好き。ガクガクしてる。 OK。 いいよ、もう一回来い。あダメだって、ここ。あ赤だったら熱いんだけど、まあいいよいいよ。 OKOKOK。 そう完全勝利で今日チャンス目、今日チェ、これが大事。この台ここはマジで力入る。これ多分これの煽りか。いいね、力は入る。いい、ね、弱体決で勝利とかは関係ない。恩恵はない。そうちょっとチャンス。そうオーバーキルだね。そうあのモンハンでいうオーバーキルだね。そうそうそう、ベルは二択ではない。これダメでしたね。周りはまだ分かんねえな、まあ、出てる台もあれば出てない台もあるって感じだからね。こんにちは、ありがとう。そう合遊格ボーナスはもう黄金パターンよね。ありがとう。もうちょっとそうで、マンチョン、マンチョンするにはチャッピー先の量の弱体系で勝利みたいのはないんだ。ないね。チワワいらっしゃい。まあ時間がないと打てないっていうのは確かにあるかも。これ多分ゴー大事、このゴー大事は超大事。ただちょっと早いからこれ熱いの出てくるかもしれない。さあこんにちは、いらっしゃい。今日は早めにぶっ壊したいね。ちょっと強いな。1、あさっきか、弱体か。2、3、絶対今日チャンスベル来よ。これが2択ね。これ当たれば12枚、外れれば1枚。これ1枚、ベルは変わりないんだけど。終わった。おっと当たったべ。強いだろこれ。 OK、 下あぶね。 OKOK、 セーフ。これなら OK、 全部引き OK。 青がいい、開けねえんだな。うまいね、今のはうまかった。かかってこいよ。おおチェリーか、いいよ。そうベルで勝利だね。そうあ違う、強ベル、強ベルで勝利。あれは
頼むよ。来い来い来い。ああ、なんもねえんかい。まあそろわんやな。揃うときあんのかな。さあ、よっしゃう。これね、これいけば勝ち。弱体化は。いいよ。いいよ。ベルケベルケ。うまい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 。うまい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 。オッケー。オッケーうまい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 。ダメか。あ、いってるな。でかくなった。多分いったんじゃない。ねねさんスーパーチャットありがとう。皆さん頑張れ。また会いに行きます。ありがとうございます。またぜひ来てね。ありがとう。 Thank you。 ねねさんありがとうね。スーパーチャット感謝です。ありがとうございます。ありがとう。おしまい。 OK。 ありがとう。ありがとうね。またぜひ来てください。スーパーチャット Thank you。 ありがとう。そう、弱体化中はね、チャンスベルを引けってこと、あそこで。で、チャンスベル以上か、レーグでも確定なはず。ダメか、ここ揃えてんだよな。レンちゃん、こんにちは、ありがとう。いや、甘くないよ、これ。1が 97.8 ぐらいでしょ。甘くないよ。ボランチの7度目システムは、まあ、別に悪くはない。まあ、結局、ベル引けだから、あそこでも。それを強いられる台がこの台。ベル来るな、ベル来るなと思うことが必勝法。いいよ、ベル来んなよ。ベル来ない、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー。いいよいいよ。ベル来ない、レイアクも来ない、何も来ない、オッケーオッケーオッケー。ほんと来ねえじゃねえかよ、アホ。そう、ほんと来ねえじゃねえか。いやー、まあいいや、いっぱいベル取ったらいいや。 OK。 さあ一回はバトル入る。頼むぞ。まあ、バトル、いや、いらねえって今。頼むよ。おっすー。頼むよ。来い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 。今日ベル。お、うまい。いや、うまい。うますぎる。完全勝利。これベル来い、ベル来い、ベル来い。あー。あぶね、オッケーオッケー。あぶね、あぶね、あぶね、来た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 、オッケーオッケーオッケー。いいね、とりあえずオッケーや。おっすー。あ、しか、もう終わりだね。次17。うー、こんにちは、いらっしゃい。17。いや、変なこれ、すいません。うん、一応煽ってるね。昨日は待ったの。昨日は待った。はい、もう鹿が出た時点で終わりです。グイエー。これも2択ね。これ7枚役の2択、2択、7枚か1枚。これ純粋な1枚、これ7枚。くえー。そう、鹿は外れ、大体、大体ね。いや、あと7回引かなきゃいけないんだよ。無理無理。えガロは明日やるよ。
ダメか、ダメか、ダメか。758と。で、一応まだ前、ちょい前だね。